にちは、ジャズドラマの黒田です。今回もご視聴ありがとうございます。今日はですね、名音名古屋音楽大学のエレクトーン科のお二人をお迎えしました。名前が、こんにちは、ヨゴユーリです。ヨゴユーリちゃんと、こんにちは、押谷桃江です。押谷桃江ちゃんですね。はい、では、エレクトーン科なので今日はミディについて学びます。ミディって何ですか？でもすごい言われるでしょ、先生にね。ミディって、じゃあ CD、 あ、 CD ってこう皆さん CD 聞くでしょ。 CD のデータっていうのは CDDA データと言います。で、 CD のデータって何かって言ったら、音ってこうポンって何かこうこうやって叩いたりするとこうやって波形が生まれて、そこを叩く。その一番音鳴らんところを必ず何か反応する。で、二つの音だと、例えばもう一つの音が、こういう音があると、これが足された、こういうふうに足された、こう波形、波形をデータにしたものなのね。人間って鼓膜があるじゃん。で、鼓膜があると、で、その、ここにこう、ユーリがいたとするじゃん、部屋の中に。で、ここにこう、なんかこう、下敷きみたいなのがこう、あったとして、下敷きがこうやって揺れました。こうやってね、ゆーってこうやって、揺れていくと、空気の密度はどうなりますか？こっちが広くなるから、空気の密度は、意味わかる？空気が多くなるか少なくなるか。同じ、わかる？同じやつで、こうやってフィープってなって広がるから、薄くなるのかな？ね、で、戻ってきて、今度はだんだんこうやってやると、今度濃くなる。つまり、こうやってボンって振動すると、ここの空気の密度が薄くなったり、濃くなったりするっていうのが伝わってくる。なんか、こう、水の中にポチョンって入れるところで波紋がこうやってできるでしょ。あんな感覚で、こう、音が伝わってくる。その音は、こうやって振動してる。ね。わかる？で、この振動をどうやって記録したか。かの、トーマス・エディソンはどうしたか。もう音ってこういう風じゃん。こういう風。これをどうやって記録するか。ね。で、蓄音機っていうのを作ったんですが、こう、粘土みたいなやつに、こう、針をこうやってピッとやっといて、で、こう、針はこう、音を拾うようにしといて、で、ここでこう、振動がこうやってビャーって伝わってくるでしょ。で、これ揺れるじゃん。針がこうやって揺れるでしょ。その針を、こう、ぐるぐるぐるって回すと、こう針がこう揺れたようにこう刻んでいくじゃん。で、波形をこう取っとけるわけじゃん。で、今度逆にこれが固まったら、これこうガチャガチャって回すと、この針をこういう風にすると同じ振動が生まれるから、音が再生することができたわけ。わかる？だからこの波形をデータでこう収録するっていうのはこういうことだよね。じゃあ、今度この波形をデジタルにする。今のはアナログって言って、こう、要は、粘土をこういうふうに、粘土みたいな柔らかいものを固めて、こう、形のまま残しておくでしょ。これの問題では何かというと、すごくいい、もう、本物に近いんだけど、だけど、何が違うかっていうと、これ、またこう、針を削っていくと、だんだんこれが削れていくじゃん。だから、だんだんこう、劣化していくの。だから、劣化する前に、デジタルです。こう音を取る。要は、1進んだら2、1進んだら3、1進んだら4、1進んだら3みたいに、データをこうたくさん取っていって、そうすると、カクカクにはなるけど、数字だから、100年経っても200年経っても1000年経っても、これは数字は数字のままでしょ。これをデジタルという。要は一回設計図に直して、で、また、こう、振動させるというか。まあ、どちらにせよ、CD のデータというのは、これです。この波形を、カクカクにしたやつ。カクカクにしたやつ。わかった？カクカクにしたやつ。はい。じゃあ、ミディデータっていうのは何か。ミディデータっていうのは、ミュージックインター、インストラメントデジタルインターフェースっていうのの略なんですが、まあそんなの覚えてもいい。何かっていうと、CD ってこういう風でしょ？だから、
バスドラムの音もなんかスネアの音もエレクトーンの音も全部こう混ざっちゃってるわけだから、バスドラムの音だけ取り除くっていうのはまあ難しいわけです。もう混ざっちゃった音だから。で、ミディっていうのは何かって言ったら、バスドラムのは1拍目にテンポ120で1拍目にバスドラを四分音符をバスドラで踏むっていう情報なわけ。わかる？で、そしたらピアノは5000にすればよかった、ドレミだったらド、1拍目にドでレミドレミ1,2っていうので、要は四分音符で1拍目がドで2拍目がレで3拍目がミでお休みっていうふうに、こういうデータの、ピアノの音でこの音で、これバスドラムの音でこの音っていうふうなデータが来るわけで、データは演奏データだから、このパソコンがあって、こっちにパソコンがあってデータを送ったとするじゃん。そしたらこのデータをこっちに送るから、ここのパソコンの中にピアノの音が入ってて、こうバスドラムの音が入ってて、それをこのタイミングで演奏、ここで作って演奏するわけ。そしたらバスドラじゃなくてスネアドラムに変えてくれるっていうふうに言うと、これはスネアドラムに変えれるわけ。わかる？で、こっちだとスネアドラムに変えてくれるって言われても、バスドラムにとってスネアドラムは無理じゃん。もう混ざっちゃってるから。混ざってないわけよ。まだこう演奏の情報だから、これ120じゃなくて140にしてって言うと全部140にできるじゃん。だからイメージ的に言うと、こうオルゴールのこのこれ点みたいな、そうするとこうオルゴールってこう刃があって、こういうふうに刃があって、でオルゴールってこういうここにポチポチがいっぱいついてるでしょ。でペン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 ってこう弾かれていくわけじゃん。で、これのデータがここに来てるみたい。そしたらこの刃をピアノじゃなくてこれ、ギターの音にしてって言われても、この刃の音がギターの音になるようにすればいいし、例えばこれはドからじゃなくてレから始めてって言ったら、これキュッてずらせばいいわけ。だから演奏の内容、テンポがいくつで、どこのタイミングで発音してどこのタイミングで切るかっていうデータだけが、音量がどれぐらいでとかみたいなの、そういう演奏のデータをやり取りするってことなのね。だからキーボードが1個あって、もう1個キーボードがあって、ここをMIDIでつなげるじゃん。そしたらここを弾いてんだけど、こいつのキーボードが鳴るとかできるでしょ。だからドレ見てたら、こっちにドレ見て弾けっていう風に来るから、ドレ見てこう鳴らせばいいんだみたいな。だからこっちのキーボードの方が高くて、こっちの方が音が良かったら、キーボードはこっちで使うんだけど、こっちの音源を使って演奏させるっていうこともできるわけ。要は音源はそれぞれ別であって、演奏のデータだけを送るわけ。そうするとデータの量もだいぶ違う。 CDDA だと多分 CD に焼かれた、データだと1曲50メガぐらいなのね。ところが演奏のデータだと1キロぐらいでいけるってことは、多分ね5万分の1ぐらいでいける。そうすると昔はカラオケってさ、レーザーカラオケの時代知ってる？レーザーカラオケっていうのがね、こうスナックとかにね、こうレーザーディスクがいっぱい入ったやつがあって、で例えば1の3番を鳴らしてってピーってやると、ウィーンって1番が入って、ウィーンって入って、で3番の曲を鳴らしてくれたわけね。でそので、100枚しか入らなかったからいっぱいになったわけですよ。そしたらこの大きい こんなんだよ、こんなやつをスナックに2台目置かなきゃいけなくなってきたわけ。そこでそんなスペースないし、1個目あってだんだん新曲が出たら1枚ずつ足していくっていう、買って足していくっていうスタイルだったんだけど、すごいデータも大きいから、そこでMIDIに変えよう、通信にしよう、電話回線を使ってパソコンでMIDIのこの曲のデータくださいって言ったら電話で送ってくると。そしたらMIDIデータをくださいって請求すると、MIDIデータを送ってきてくれて、ここで再生されるってことね。そうするとMIDIはデータがすごい軽いから、でここに音源が入ってたらいいわけでしょ。そしたらこの音源が演奏できるという情報だったんだ。だから一時期これで通信、その代わり音がしょぼいんですよ。
ペアペアペアっていう感じ、なんかあんまりこう音が分厚くできてるんじゃなくて、ここである音源を混ぜ合わせて作るから、あんまり最近はだいぶ良くなったけど、でもやっぱり生で録音したやつにやっぱ勝てないわけだ。だから先生最近こうカラオケのジョイサウンドのカラオケのこの生演奏を叩いてるんだけど、うん、いろいろ叩いて、あのギンギラギンにさりげなく叩いてるんだけど、わかる？じゃあらら、そのそれはなんでかっていうと、データが今 YouTube とかで速くなったから、CDDA の50メガぐらいだったら送れるのよ。だから今度はこう、この音源くださいって言ったら、CD のデータくださいって言ったら CD のデータがこっち側で返ってくるわけ。だから速度が速くなったってことなのね。だから MIDI の規格っていうのは演奏データ。だからこのバス、これはバスドラだよって決めとく。これをスニアドラムだって変えれる。例えばこれハイハットだよって言って変えれるっていう、こう、音を変えれる、音を一挙に変換することができるってことね。だからこれの最初の設定がめんどくさいよ。これはここはスニアだよとか、ここはバソラやって教えたりとか、ピアノだよとか、テンポ140だよっていう、そういう設定間違えるとうまく演奏できないんだけど、基本的には MIDI っていうのは、こういう演奏するデータを送ってるってことね。演奏して出来上がったものを送るのが、っていうのがデータのものが CDDA ってやつ。CD は CD プレイヤーでしか、CDD は CD プレイヤーでしか流せないので、パソコンで扱うときによく WAV ファイルとか、MP3 っていうやつに変換してパソコンで扱います。まあ、その辺はちょっと難しいけど。なんか分かった ?MIDI。MIDI って何?まとめると。CD が、うん、全部できたもので、うん、MIDI がなんか小分けの。小分けのね、演奏の、こうやって演奏するだよっていう情報が、このタイミングでこうやってやるんだよっていう情報が来るってことね。だから後で、こう、バスドラだけなしとか、スニアの音、ミュートとか、エレクトーンできるでしょ?リズム切るとか、あの、ベースだけ鳴らすとか、ベースだけ切るとかもできるでしょ?これは MIDI データだから。これがもし CDDA データだったら、鳴らせれんよね。テンポ速くしたりとかはできるけど、速く、速く、そうすると、なるやつ。っていうことでございます。勉強になりましたか?なんか役に立ちそう。はい、というわけで以上でございました。はい、役に他にも役に立ったなと思う方はぜひいいねマークを押してください。はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。音楽の豆知識、メルマガがありますので、よければ詳細の方からメルマガも登録してください。じゃあ皆さんありがとうございました。